こんばんは、糸仕事です。ちょっと息子が寝たとこなのでこそこそ失礼します。ブログマス3日目ですね。今日は、編み物の方はちょっとシークレットのテストニットで靴下を編んでまして、ちょっとまだお見せできないんですけど、糸仕事の10月の手染め糸、あ違う、10月のはこっちか、この黄色のバニラと6月の手染め糸を使って靴下を編んでいます。カフぐらいなら大丈夫かな、こんな感じで。ちょっと本体はまだお見せできませんが編んでおりました。今日はですね、夫もお休みだったので午前中はゆっくりしつつ、午後で、お散歩がてら近所というか少し隣町の、仙台駄菓子を売っているお店、仙台駄菓子の石橋屋さんというところに行ってきました。石橋屋さんはあのお店の隣に立派なしだれ桜の木があって、あの桜の季節はすごい桜の名所というか、たくさん人が来てあの写真撮ったりお花見たりしてるんですけど、今日はね割と静かに営業されてましたね。で、私も仙台駄菓子ってほとんど食べたことないんですけど、よくこうフィンランドへのクリスマスプレゼント候補にいつも上がりつつ、デパートであんまりまだ買ったことがなかったんです。で、今回ちょっとプレゼントにいいかもねということで、専門店に行ってきたわけでございます。で、いろいろ買ってきました。日持ちのする飴系のやつとか醤油飴とかね、で、あと私も食べたことないからあんこ玉系の絶対好きなやつ甘いもの、いくつか買ってきました。ちょっとまだ開けてないんでお見せできないんですけど、今日はそんなことをしておりました。で、お散歩ベビーカーで行ったので、昨日編んでた靴下、今朝ねパジャマのうちに無事編み終わりましたので、それを早速履かせてお散歩に行ってきました。で、靴下もですけどちょっと面白かったんで動画も入れときますが、あの昔夫に編んだ骸骨の手袋を、それこそまた最近寒くなってきたので夫が掘り出して使ってたんですけど、それをねちょっと8ヶ月時の手にはめたらすごいなんか奇妙な生き物感がすごかった、なんか鳥っぽいというか面白かったってそんなことをされて遊ばれている、赤ちゃんでございましたが、はい、そんな感じの一日でございました。今日は私は、ムーンライトメドウという手編みのセーターを出してきてきています。昨日の動画でもご紹介しなかったんですけど、昨日のも手編みのボクシーセーターというセーターで、まだ11月はあんまりね、私今年結構長袖の服縫ったりしてたから、いつもだとあんまり長袖のねこう移行期の服を持ってないので、季節の変わり目の服、いきなりセーターガンガン着てたんですけど、今年は結構セーター着始めるのが遅くて、12月それこそね2日とか1日とかになってからやっと、セーターの衣替えも今年割とちゃんとしたので、セーターの衣装ケースというか、まあ、袋なんですけど開けて引っ張り出してきて着てました。まあセーターもたくさんあるんで、ブログマスの間毎日、まあ気温があんまりにもね暑すぎるとかなければ、毎日いろんなセーター今まで編んだものをご紹介できたら、それはそれで面白いかなと思います。まあ、全て YouTube でどっかではご紹介してきたものなんで、編んだ時とか、あと普通にね去年も一昨年ももう何年も着てるものばっかりなので、見たことあるよという方も多いかもしれませんが、改めてねあのいろいろ着てみての感想とかお話できるとそれも面白いのかななんて思っておりました。で、今日のセーターは妊娠中に編んでて、
割とサイズ感がどうかなとかって思ってたんですけど、確かにちょっと大きめでもそんなに大きいサイズを選んだわけじゃないんですけどね、ゆったりしてて、で浜中さんのツイードのアルパカツイードの糸を使って編んでるんですけど、冬は今までずっとこの下にヒートテックとか長袖のを着てたのであんまり気づかなかったんですが、今日ちょっとあのタンクトップ袖がないインナーにこれ直接着たらやっぱ結構チクチクするっていうか、袖でもチクチクをちょっと感じましたね。割とラフな系統ですね。あと今ちょっと私の肌が割と乾燥してすごい昨日とか痒くて肌が敏感っていうのもあるかもしれないですけど、腕でチクチク感じるっていうのは若干やっぱりチクチクする糸なんだなとは思いました。まあ、着てると慣れてきたっていうか今は全然気にならないです。朝結構ねちょっと最初着た時あれこれこんなチクチクしたっけって思いましたあんまり今までタンクトップに着ることなかったからね、はい、ちょっと思いましたけど、でもあのなんていうんだ、風合いがすごく好きで軽くていいセーターです。はい、それが今日の着てたものでございました。そんな感じかな。はい、毎日そんなに長い動画にならないかもしれませんが、ちょこちょこなんかね家事やお仕事や勉強や育児や介護やらの合間にちょこっと見ていただけるような動画になればなと思いますので、今日はこの辺にしておきたいと思います。では3日目も、見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。